NHK から国民を守る党、佐藤恵里さんの経歴と政権をお伝えします。参議院埼玉県選出議員選挙、NHK から国民を守る党、佐藤恵里33歳、白鴎大学発達科学部、現教育学部卒業、ニコニコ生放送、ふわっち等の インターネット生放送をメインに活動している。はい、埼玉県の皆さん、こんにちは。埼玉の端から端まで、へいこんにちは。最近国運の映画館で飛んで埼玉を見てきた NHK から国民を守る党の佐藤恵理です。 普段はエビピラフという名前でニコニコ生放送、ふわっち、ツイキャスなどで生放送をしたり、ラジオやお芝居をしたり、幅広く活動させていただいております。聞いてくださいよ。実はですね、去年、大役だったんですよ。人生初めてのうつ病になったんです。いろいろなことが重なり続けて、うつ病になって無気力になり、 日常生活で必要なことすらできなくなって毎日ただただ悲しくなって死にたくなるいやむしろ死にたいそんな日々でしたそして去年の今頃は顔面3針を縫う大けがをしてさらに腰椎破裂骨折という腰の骨を折る下手したら下半身が不随になる大けがもしました 本当にもう少しで下半身不随になるところでした病院で解除されリハビリを受けながらうつ病と闘い本当に本当に苦しみましたこれからどうしようか悩みながら怪我がだいぶよくなったある日うちの代表に NHK から「国民を守る」党に誘われましたそこで思ったのです まだ自分にはやるべきことがあるんだなと。NHK の無理無体な集金方法に苦しんでいる人たち。そういう人たちがいる。落ちるところまで落ち、苦渋を味わった自分は、今、弱い人の立場になって、物事を考えることができる。だからこそ、今は苦しんでいる人たちのために、 できることをしたい、そういう思いですそして病気で苦しんだり自信をなくしている人たちそういう人たちにまた頑張ることができるんだよって伝えたいですそんなわけで NHK はなぜスクランブル化ができるのにしないんですかだって払っている人と 払っていない人がいるっておかしいじゃないですか多くの人たちが疑問に思っていることなぜなぜなぜしないんですかこれは絶対変えなきゃいけないことでしょ見ない人は当然支払いたくないと思います毎月の支払額でちょっと美味しいものを食べられますよ 私はそのお金で牛丼や豚丼が食べたいです調子のいいことは誰でも言えますでも私は本気です絶対にスクランブルかこんな単純なことをしない理由って何なんでしょうねでは NHK をぶっ壊す さあ、画面の皆さんも一緒に NHK をぶっ壊すあ、まだ時間があるんでじゃあもう一回 NHK をぶっ壊す埼玉の皆さん NHK をぶっ壊すありがとうございました そしてまだ時間が余っているようなのでそうですねえ私の名前ですがエリコと書いてエリーと読みますどうか覚えておいてくださいねあのすごくねあの間違えますまず読めないと思うんですがエリー 今回は覚えていただけたら嬉しいなーって思います。いろいろあの人生あるんですが、あの。ね。いいこと絶対あるので、私も頑張っていきたいと思います。うん、そんなわけで、最後にもう一回。 N. H. K. を。バックワース。ありがとうございます。参議院埼玉県選出議員選挙。N. H. K. から国民を守る党佐藤エリーさんの経歴と政権をお伝えしました。